青山彩香です。トレンドコスメを紹介していきたいと思います。今回は人気のアイシャドウパレット5種を紹介していきたいと思います。アイシャドウパレットっていろんな色が入ってるけど全部使えるのが気になることがたくさんあると思うんですよ。順に乗って比べてみました。1つ目の商品を紹介していきたいと思います。マルネロのバレンタインボックスです。まずこの見た目めっちゃ可愛くないですか。ゴールドに白、高級感マリブビューティーのピンクコレクション、ピンクマカロンというカラー
時買った時はあんまり期待してなかったんですけど、発色もいいし可愛いし、ピンクなのにまぶたが腫れぼったくならないので、なんか期待以上です。ただ結構落ちやすいんですよ、やっぱり色が落ちやすいので、これは絶対にアイシャドウベースを使った方がいいです。はい、ピンク。カラーが左はセミマットで、右がラメになってます。セミマットの方は結構チークとしても一番左のカラーなんですけど、ピンクのパールが入っててすごい可愛くて、これはなんかアイホール全体に入れるとよくって、なんか眉の下とかに入れるとすごい光って、彫りが深くにすごい光るので、右から4番目こちらのカラーを目頭に入れると、光が白目の中に入るので、すごいなんていうのか、くすみを飛ばしてくれたりとか、されたりとか、それこそなんか白目に